菅総理大臣は臨時国会で所信表明演説を行い、ねじれ国会を乗り切るため補正予算案などで野党側に協力を求める姿勢を強調しました。この場にいる我々を隔てるものはどこに座っているかではありません。野党の皆さんにも真摯に説明を尽くし、この国の将来を真剣に考える方々と誠実に議論をしていきたいと思います。この中で菅総理はまず経済成長や財政再建など5つの課題を解決する有言実行内閣だと表明しました。また尖閣問題では中国に対し適切な役割と言動を期待すると冷静な対応を求めました。